東部省の様子館無理和紙用調入り表と、占い、マングローブグ落ナク館無理和は、長高高木高田館ムリワシ族に分類される鳥。インド、インドネシア、スリランカ、タイ、中国南部、日本、ベトナム全長55センチメートル。全身の羽毛は褐色で、翼や覆面には白い斑点が入る。お葉は白く、先端部の羽毛は黒い。 後頭部に白い羽毛の混じる関羽が生えることが和名や英名の由来。幼鳥では胸から腹にかけての羽毛、肩羽、ウフクワが白から高褐色で生後第二歴年頃から成わえの関羽が行われる。湿地、水田、マングローブ林等に生息する。植生は動物色で両生類、爬虫類、甲殻類、昆虫類等を捕食する。 特にヘビを好み、英名のクレステッドサーペントイーグルはこの植生に、ちなむ命名。南西諸島には、飛びが生息しないため、飛びと同じような生態的地位を占め、時には自動車に引かれた小動物の死骸を食べることもある。樹上や電柱から獲物が通りかかるのを待ち、獲物を見つけると襲いかかる。通常の高類は、 空中から獲物に直接爪を立てることが多いが、本種は一度獲物の傍らに降り立って、地上で攻撃することが多く、そのため狩りに失敗することも多い。3から4月に木の枝に木の枝を組み合わせた皿状の巣を作り、1個の卵を産む。放卵日数は35日で、雌有ともに放卵する。ひナは孵化してから60数日で巣立ちを終え。 翌年の春に独立する。従来、日本では繁殖が確認されていなかったが、1981年に写真家の宮崎学によって3層の映像が、西表島で見つかり、八重山諸島での繁殖が確定された。第14循環の時期には、石垣島が大きく開発されたため、環境の変化がどのような影響を及ぼすか懸念されている。 さらに人為的に持ち込まれた外来種であるオオヒキガイルやインド空弱の増加による影響も同様に懸念されている。また、車の増加により交通事故も多発している。環境省では1988年以来数年に一度特定の記述に石垣島及び西表島に生息しているカンムリワシの数をカウントするカンムリワシ一斉カウント調査を行っている。 この調査では2006年には石垣島で78%波、入表島で58%波、2012年には石垣島で110%波、入表島で78%波が確認されているが、確認個体数は天候等の条件によって異なるため、環境省那覇自然環境事務所は過去の調査結果と比べても生息個体数に大きな変化はないと推測している。ただし、 石垣島、西表島ともに網羅的な生息数調査が行われたことがなく、生息数が減少しているのかも含めて、正確な実態は不明であるため、総数を把握するための生息数調査を望む声がある。沖縄県石垣市の石垣や今、村や沖縄市の沖縄子もの国では、保護されや性復帰が困難と判断されたカンムリワシが一般公開されている。 ありがとうございます。